コラボモデル史上最重量の京一郎モデルまだ？いや作りてーマジで。うん、とにかく重くしてほしい。ガレリア史上最も重たい本体で出してほしい。マジでスペックよりも重さ。中に漬物石6個ぐらい入れようぜ。ただただ重くするっていう。めちゃくちゃ重くしよう。うん、重いだけで。いやでも重いだけでさ、ノートパソコンぐらいの性能で2万ぐらいだったらまあ買ってやらんこともなくない？でもただただ重い。緊急時に自分を守ってくれるような、うん、漬物石セットで中で焼肉焼けるぐらいあったかくしてさ、うん、ホットプレート機能つけるから、ゲーミングホットプレート京一郎エディションで出そう。うん、ゲーミングホットプレート、ゲーミングホットプレートでキーボードマウスつけて45万。ライフルの弾2発まで耐えるようにしよう。日本じゃ需要ないかな。ゲーミングホットプレート作ってほしいな、マジで。側面に俺の顔を印刷してるから、焼いたら必ず俺の顔がこうやってプリントアウトされる。ホットケーキ焼いたら毎回焦げ目作ったら俺の顔こうやってつくっていう。で、ボタンピッて押したら、それ食べるブー、太るブー、ブーブー、喋らせよう。起動音とか全部俺の声。もうワン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 、効果音とかデーン、全部俺の声、全部俺の声で起動されるやつ。ブラウザー起動して特定の URL だけで反応して、お前またエロサイト見てるんかって、おい、またお前エロサイト見てんか、おい、どのボリューム絞っても一生聞こえてくるの、どう？マスターボリュームいじっても、お前またお前エロサイト見てんかっていう。ブラウザー見づらい。俺の顔の形にブラウザー開いて、正方形じゃなくて Google ピッて開いたら俺の顔の形のウェブが出てくる。途中文字切れて、そうそうそう、音声でな、音声で、お前気をつけろよ、お前これ上から3番目の広告偽物だから、それちょっとゆっくりスクロールしてな、そう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 、リアルタイム実況付きだから、うん、危ない危ないっつって、ジャービスみたいに目の前に俺の 3D モデルみたいな出てくるから、ノートレントキルみたいな先生みたいな俺が出てくる、おはようっつって、右下の出てくるイルカみたいな感じで俺出てくるから、おはようっつって違うこと調べたいのにこっち見てっつって勝手に YouTube で俺のチャンネルずっと流し続ける。ブラウザ勝手に開いてね、こっち見てっつって YouTube の、勝手に俺の YouTube、 あ、今京一郎配信してるよっつって、 AV とか見て最後の方で、え、行った？でも行っちゃった、もしかしてっていう直前で俺出てくるから、行っちゃったっつって、うん、そうだよ、なんかエロサイト踏みすぎてウイルスかかったら任しとけっつってフーって全部食うから、あー、もう全部きれいにしといたよっつって、ほんとお前世話かかるなっつって、それ裏でやったらいい、裏でずっとやってくれたらいい。最後あまりにもエロサイトでウイルス食わせすぎたら、セルの自爆みたいに画面に出てきて、ごめーんっつって
ボーンって爆発して粉々になって PC 壊れるから最後粉々になって最後あのガレリアの URL 出てきてもう一台買ってねっつってごめーんっつってボーンって壊れて新しいの買ってねっつってデスクトップになんか美味しそうなアイコンあったら勝手に食ってるからあれーって Apex なくなってんなーってああ昨日食ったよっつっていい容量だったわってアップデ前だったからちょっとこなんか物足りなさ感じたけどみたいな美味しかったよっつってまたインストールしといてなっつってそうそうお気に入りに勝手にずーっと全部俺のおすすめ おすすめばっかりお気に入りこんなん入れたかなっつってライズアップのサイト開いたらもう自分からゴミ箱のアイコンの中に入りに行こうとしてた画面上で走り回ってる俺がアイコンの上こうやってよじ登って最後ゴミ箱の中にこうやって入ろうとしてたの最後自分からライズアップの画像をこうやって見せてきたらいやそういう画面上で遊べるのあったらいいよなデスクトップ上でねなんかそういうデジタル的なものなんかペットみたいなの変えたら面白そうだけどね優秀な AI で